ワシーリー・スリコフ、カルケドン第四前置公開1876年、カルケドン公開議は451年10月8日から11月1日まで、小アジアのビティニアの都市、カルケドンにおいて行われたキリスト教の公開に、東ローマ皇帝マルキアノスによって招集され、議長はコンスタンディヌーポリ宗主教のアナトリオスが務めた。 キリストに神聖と人聖の両方があることを確認。聖教会の一員たる日本ハリストス聖教会では第四全地公会とも言う。カルケドン公会議において第一の議題は単性論の排斥であり、良性説と言われる説を採用した。それは、キリストの人聖は神聖に吸収されてしまったのではなく、その二つの本性を混合することも分かれることもなく、 唯一の威嚇の中に有するという思想である。また公会議ではネストリオス派も改めて排斥された。10月8日に単性論を採用したエフェソス合盗会議の議長であったアレクサンドリア総主教ディオスコロスが被告とされた。10月13日の第3回総会では現ニカヤ神長、ニカヤコンスタンティノポリス神長とローマ教皇レオ一世が コンスタンディヌーポリ総主教フラビアノスに宛てた書簡が朗読された。そして、レオ一世の書簡に基づいて23人の司教により、寄贈されたカルケドン信条が10月22日第5回の総会で定められた。以後キリスト教世界はカルケドン派と非カルケドン派とに二分されることになった。キリスト教諸教派の成立の概略を表す受刑図。ギリシャ正教から 上野諸教派がカルケドン心情を承認したカルケドン派にあたる。ありがとうございます。